三ヶ駅構内三ヶ駅は、新潟県十日町周間にある北越急行北北、線の駅である。普通列車のみ停車する。赤倉トンネル内の地下10.1メートルの位置に、単式一面一線、全長45メートルのホームがある。無人駅で、乗車駅証明書発行機が駅舎に設置されているほか、駅舎には男女に分かれたトイレが設置されている。 駅舎は地上にある。バリアフリー設備はない。列車通過時の風圧が激しいため、ホームと地下通路との間は頑丈な扉で仕切られており、客圧開示以外はホームを封鎖する。当駅で下車した後は、ホームから2分以内に出る必要がある。ホームは防犯カメラで遠隔監視され、列車発車後もホームに残っていると、アナウンスで退室を促される。 当駅では列車が通過する際、他の駅と同様に通過警告のアナウンスが流れた後、間もなく高速で電車が通過します。大変危険です。ホームには絶対に出ないでください。というアナウンスが繰り返し流される。2017年2月現在このアナウンスは新潟弁標準語英語の順に流される。ホームと地下通路を隔てる扉は普段施錠されているため、 駅利用者は列車通過時にホームに立ち入ることはできない。扉は普通列車到着時のみ、列車運転士が車内からリモコン操作で開場する。ホームに隣接した扉のほか、地上へ続く通路にもう1枚扉がある。列車発車時の気圧差で突風が吹く恐れがあるため、エアロックのようにこの2枚の扉は同時には開かない構造となっている。 地下待合室はこの扉の間に位置し、木製の椅子や時刻表、意見箱などが用意されている。ホームと地下通路の間の防風扉は、建設当初は手動扉で、スプリングによってしまう構造とされていた。しかし駅建設途中で、扉の窓部分のガラスがまだはめ込まれていなかった1996年10月1日に、試運転列車が、 時速 140km で通過する試験を行ったところ、階段部で風速が秒速 24m を記録して、さらなる安全対策を必要とすることが認識された。さらに1997年2月27日に、運輸省新潟運輸局が、完成検査を行うに際して、暴風扉が開いたままの状態で列車を通過させる実験を行ったところ、風圧で、 駅舎内の待合室の扉のガラスが粉砕されるという事態になり、補強や暴風扉故障時の対策を要望されることになった。そのために電動自動扉へ回収されることになり、また2枚の扉を連動させる方式とすることになった。2015年3月14日の北陸新幹線金沢駅延伸以降、北北線の特急列車は全廃されたが、 新設された超快速スノーラビットや従来からある快速列車および北北線に乗り入れる臨時列車は当駅を通過している。地上待合室は畳敷きで、ユチャサービスのポットとグラス、座布団、駅ノートなどが置かれ、セルフサービスの空調設備も整っている。なお、過去にボヤが発生したため一時的に閉鎖されていた時期もあり、その後、 18時から翌朝8時のみシャッターを下ろし、防犯に備えていたが、2014年9月に再度、ぼや騒ぎがあったため終日閉鎖されていた。11月9日以降は再び再開されている。2013年8月より、地下通路に列車運転状況表示装置が設置された。北北線の待機とは異なり、NTT ドコモのタブレット端末が設置されている。 これにより、地下町愛室で NTT ドコモの携帯電話が使用できるようになったが、他社の携帯電話は現在も使用できない。駅周辺には変電所や神社、美術館、ゲストハウスなどがあり数世帯が居住する。また、馬地区の郵便番号は、郵便番号948-0000である。ありがとうございます。